こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチャーフィッター始めていきましょう。今回はですね、年末年始を練習試合を行います。ぐらいのあれだったら何本負けても構いません。戦っていきましょう。基本的にですね、練習試合は前後半じゃないんで、ハーフなんで2試合行います。決め合うか。出た。お、これは？レッドカード。 しつこく付きまとったことが原因でしょうね。当然ペナルティーキックになります。さあ、これは誰だ。ユーナ、確率決めてくれ。決まった。先取点。やりました。次男だ、踏んでます。ビデオ研究です。こちらボールをスローイン。タイミング合わない。さあ、3分のアディショナルタイムですね。長い。ファールです。さあ、ラストチャンスでしょうね。ペナルティーキック。横に外してしまった。結局、1点のみでしたね。スポーツ的行為。足切りましたね。これをユーナがきっちり決めました。
いきなり飛びます。最後クライス決められませんでした。ジョージ優勢進んだんですが、1点のみってのは物足りない。次行きます。今年はありますね。その前にクラブ住所で選手の投入ができるかどうかといってもね、もうオードリーっていう選手、2200万でしょ。これ育てるの厳しいと思うの。この辺の女性選手取れませんか。2200万でしょ。あ、これいらないや。いらないですね。なぜならハートのみの家で他の能力がそんなに高くない。なんですよね、ハートが低くて他が高ければいい、それなりに高ければいいんですが、いい旅した行きましょう。あー、これ決められないか。指摘をいただきました。ファールです。うまく抜けましたね。決めた。協力団が武器に入りました。ぶち込まれた。
おお、あ、オフサイドだ。うまく出し抜けたと思ったんですけどね、わずかに前に出ていました。試合終了です。やはり1対0。押されてるんですよね、結果的には。そして先生、これがうまかった。ユーナの鋭いシュートがゴールに突き刺さりました。その後は一進一退ってことですね。甘いボールを支配図が変わらないと。月明けやから復帰です。お借りなさい。でもこれはハート B なんだよな。安いのは魅力ですけどね。結局ハートの分を除いて考えちゃうんですよね。ハートは簡単に上がるんで。そう考えると750万はあるかな。クラスですからね。13年目ってことになりますね。13年目の稼働へ、稼働で果たしてどういう年になるんでしょうか。今年も引き続きお楽しみにということで、よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。そしてこのカルトビットはプレイリストございます。説明欄にURL 記載してます。よろしければ見てください。またブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。こちらもぜひご覧ください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければよろしく思います。ということで13年目が始まりました。カルトビットはご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。